っと待って、嘘でしょ嘘でしょ、あれ今日 GTR だ、このために。え、なんで、そうまた来たじゃん、嘘、 GTR すげえ、また来たのなんでちょっと用意しましたから、ちょマジでもう一度乗ってみて、これでこっち買いますって言ってた、どうしてたの、え、そしたら、うん、どうしてたかな俺マジかよ、いや別に無理して乗らなくても全然いいですよ、いやちょっと待って、乗りたい乗りたい本当に、また会えたね、ああこいつだよ本当、まさか前回の動画で買いますって言うと思わなかったですからね、ぶっちゃけ俺も思ってないですよ買います、マジで、はいえ、この GTR 買います、うん、動いた、もうちゃんとマニュアル乗れるんですね、いや乗れるわ、けどぶっちゃけどうなんですか、あの GTR 乗って考えるって言って帰ってから、あーでもね1週間ぐらいは思ってたよ、本当ですか、買ったらどうなるんだろう、ネットで検索した、いっぱい検索した結果ちょっと様子見ようっていうことにはなったの、だから今回は、いやちょっと僕もあの時後悔したんです、推しが足りなかったなと思って、あでもそれあるよ皆さんの推しがもうちょい強かったら勝手だと思う、ですよね、いやどうですか86とはやっぱり違う、いや違うね、このシートがまず包まれ方がもう違うもん、うん、あれな自分でシュッ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 でしょ、そうそう、あれも味あっていいけど、これ乗った瞬間からよし走るぞって感じするもん、ちなみに新車価格は、うん、GTR の方が86よりも3倍ぐらいします、当時ね、当時450、そうそれぐらいでした、あの当時で新車450だから相当高っ、やっぱね、すげえ車なんだな、そうだ、でこれ今いくらでしたっけ、800万、今300万、いやいや聞いてますよ、その話800万です、高えよ800は、やっぱりこれが400だったら買ってるな、それだったら僕も買ってますもうやっぱりでもちょっとちゃんと GTR してますね、いや加速が違うよ、なかなか今こうマニュアルの車ないじゃないですか、ない。普段乗るにしても。だけど潤さん GTR でなんか足りないポイント何なんですか。ないよ。正直言うと高いっていう。あ演奏した。してない。高い。そう800っていうのの、うん、その価値はもちろん認めるけども、うん、800っていう数字にビビっちゃってるよね。YouTube で GTR で何万回回れば買うんですか、うん、おいいですねそれそれはなんかさやらしくないそんなの明言しちゃうの、32万回は軽いですから、じゃあ買わねえわ、32万回じゃ買わないよ、その次の320万回ですよ、320いったらすごいね、これピンクにするんでしょ、そうです、これはしないよ、しない、あ、しない、これはしない、これピンクにしたら袋叩きに合うでしょやっぱ加速しますよね、うん、また今日 GTR 運転すると思ってなかったからさ、甘いってやつですねあるね、安定感がどっしりしてる、レビンのが圧倒的に軽いので、うん、警戒さとはまたちょっと違う安定感があるんですよね、すごい加速だ、楽しい、最高、本当に GTR 最高、街中でもやっぱり乗ってるとね見られるし、まあ問題はそこじゃないんだけど、乗ってる自分がやっぱ一番気持ちいいですよ、ちょっとまた揺らぎそうですね、揺らいでる、GTR やっぱりちょっとね、やっぱふかしてますよ GTR 自体が俺の鼓動ブンブンと、いいっすね、
とうございます。候補の一つに常に GTR があって、それを超える何かに出会ったら多分すぐそっち買う可能性ある。なければ GTR がこのままずっと買おうかなって思いながら朽ち果てていくと思う。それは困ります。だから VS GTR だよ、これから。なるほど、うん、買ってもないくせに。